と美容をお届けするオフィスまゆみのまなちゃんです。イエーイ。はい、今日はですね、久々の、美容に関するお話でございます。これから私も始めていこうかなって思うことですので、ぜひなんかマネできる人はマネしてもらってもいいですし、あ、まなちゃんこんな風に今楽しんでるんだって思ってもらったら大丈夫ですが、動画は最後までぜひ見てくださーい。ということで、この私もこれを始めようと思ったのが、今冬から夏に向けて春の時期で、なんとなく顔の乾燥だったり、今ちょっと首にデトックスなのか、ちょっとカサカサしたのが出てるので、これは何か、顔もなんとなく水素飲んでるのでいつもより全然カサカサ感はないんですけど、なんかもっともっとって言ったらあれかもしれないですけど、もっと綺麗になりたいなって思ったりとかで、ちょうどすっぴん美容液とか美容液系を使ってたのがなくなったので、ね、ちょっとまあ乾燥肌も悩んでる人いるのかな、 CM で結構なんかこの時期乾燥肌のみたいなCM を見たので、乾燥肌悩んでる人もいるのかなと思いながら、今回ですね、新たにちょっと美容液を足そうかと思ってまして、今まですっぴん美容液を使ってたりとか、あとちょっともらった他社さんのメーカーの美容液使ったりしてたんですけど、それはなんかまあまあまあっていう感じでそれがちょうどなくなって、でなんかちょっと顔の乾燥っていうかツヤもなんかもっと良くなりたいなという気持ちから、まあ、美容液次何使おうかなっていうところで選んできました。もうこれはさらなる1回2回な、まあ何回か使ったことあるんですけど、この動画でも何回かお伝えしたんですけど、ぜひなんだろう、このね、新たな生活スタートする人もいれば、なんかこうね、卒業から入学っていう何かこう新しい気持ちに、あ、寝ちゃったなるときに、ぜひ自分のご褒美とか、まあ誰かにねプレゼントするでもいいので、ぜひね、なんか買ってほしいっていうか、一緒にね、私と同じように使ってもらえたらね、なんかいろんな変化がまた聞けるんじゃないかなと思いまして、まあでもまずは私が自分でさらに綺麗になりたいなって思うところで美容液を選んできたので、ぜひなんかまあ参考にしてもらえたらと思うんですけれども、はい、喋りながら開けてました。じゃん、こちら私が選んできた美容液はなんと、じゃーん、マルカンでもですね、オーセレブシリーズというぐらいシリーズ化されている、はい、もう光ってますね、箱が、さすがです。はい、オーセレブエッセンス、はい、美容液を、これちょっと蓋開いてますが、購入してきました。はい、でこれはオーセレブシリーズって、オーセレブコスメシリーズ近未来メイクっていうぐらいなので、はい、お値段もオーセレブコスメです。これはね、1本、30ml 入ってて13,200円、はい、もうさらなる私の変身を解けようと思って買ってきました、美容液。はい、でもう私もこの箱も好きなんですけど、このなんかピカピカした感じで出すと、もうめっちゃこっからね、いい匂い、セレブの匂いがしてるんです。めっちゃいい匂いです、好きです。まあ匂いは好き嫌いあるかもしれないです、そんなきつい匂いではないので、ふわっとしたね、ふんわりした匂いなんですけど、これ見てください、買ってきました、美容液。はい、でなんか幹細胞シリーズっていうね、もうなんか幹細胞って聞いただけで多分分かる人はいっぱいいると思うんですけど、すごいね、いろんな顔にいい栄養が入ったりとか、なんだろう、もう綺麗になるいろんな成分がたくさん入ってると、知らん、私もなかなか、成分わからないんですけど、まあ、光って見えないですけど、こんなにいっぱい、ここから、こ
5まで入ってるんですよ、美容成分が。なのでもうこれは使えてどうなるか皆さんご想像通りですね。はい、なのでこれを今日の夜から使っていきたいと思います。はい、で私もまだあの大成分にはまでには慣れてないですけど、なんかちょっと自分に、まあ、ご褒美っていう気持ちよりかは、なんかいつもありがとうという、なんかね、自分のお肌さんありがとうっていうこととか、なんか新しい、あの今まで違うあの美容成分もあの肌に入れたいなっていう気持ちとか、まあ、4月やから、何の4月かやからっていうのがあの感じなんですけど、なんか新しいのをどれしようかなって思った時に、ね、毎月、まあ、1万3200円使う人も いますけど、私も毎月よりかはなんか自分のご褒美の気持ちで買ってみました今回。はい、なのでぜひ皆さん、あの同じように思ってくださる方はぜひ自分のご褒美だと思ってね、どんななるか、もうさらなる進化を遂げてほしいと思います、一緒に。はい、であのこれ本当に人気なんですよ。で、まあ、あの化粧水とかもすごい人気なんですけれども、結構ねやっぱりシリーズ、オーセレブシリーズ好きだって言って買う人いるので、はい、あのオフィスでもね結構売り切れて、また次入荷っていう感じで、あの在庫もなかなか、あのまあ次の日には入ってくるんですけど、売れては注文来て、売れては注文来てっていう感じでございます。もうね、見るからに高級ですけどね。はい、でせっかく買ったんで、ちょっと中身だけどんなか、スポイトタイプでこんな感じ。まだね使った、これから使っていくので検証結果はまたお伝えしたいと思いますが、こんなちょっとトロッとしてる感じで、あ、ちょっと不正になっちゃったんですね、感じです。はい、でもうね、香りもオーセレブですし、オーセレブって言えるわかんないんですけど、セレブ感満載の美容液、これを今日からちょっとつけていきたいと思います。なのでぜひ私も一緒にやってみたいっていう方は、マルカンのお店かオフィスの夢で買えますので、一緒に私と綺麗になりましょう。はい、であの使い方の順番一応私は言っとくと、お風呂上がります、化粧水、これ本当に私が実際に使ってるもの、化粧水塗ります。はい、化粧水塗ってから、美容液塗ります。で、私乳液を今ナンバーワンスキンミルク乳液ナンバーワン乳液使ってるので、これ塗ります。で最後にハリピンツヤクリームを塗って締めようかと思っております、今日の夜から。はい、なのでまあ別にね、皆さん真似しなくても大丈夫ですので、なんかご参考になればと思いますし、またこの検証をして結果を、使い切った結果をご報告したいと思いますので、ぜひ皆さん楽しみにしてくださいませ。で、あのマナちゃんと一緒にスタートしたいわって思ってくださる方いるかわかんないですけど、ぜひ私と一緒に挑戦してみてもらって、はい、あの挑戦したよっていう方はコメントお待ちしておりますので、はい、この春からさらなる綺麗を目指していきたいと思います。はい、ということで今日の動画、皆さん最後まで見てくださいましたか？この動画がいいと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。で、あの一緒にあの始めたい、自分綺麗始めたいっていう方はぜひコメントお待ちしております。ありがとうございました。はい、皆さん今日もありがとうございました。ここからはまなちゃんからの追伸です。肌の栄養は毎日必要です。とりあえず塗るだけ6ヶ月続けてみてください。オフィスまゆみはあなたの綺麗を全力でサポートしています。とりあえず6ヶ月塗るだけです。毎日頑張って塗ってみてください。